お待たせしました。ただいまから福島第一原子力発電所に関する会見を始めさせていただきます。まずはじめに会見者を紹介いたします。皆様から見て中央が広報担当の松尾でございます。左が同じく広報担当の斉藤でございます。それでは松尾から本日のトピックスについてご説明させていただきます。失礼ですが着席させていただきます。お手元の資料に基づきまして、福島第一原子力発電所の状況につきまして、ご説明させていただきたいと思います。ちょっと本日は資料を行っておりますけれども、まず1点目の方から説明させていただきたいと思います。福島第一原子力発電所の状況について、立法になります。ご覧いただきまして中ほどの表になります。まず1つ目がサブドレンほか、水処理施設の状況ということで、こちらの昨日もお知らせ済みではありますけれども、一時貯水タンクの L につきまして、明日排水を予定しております。続きましてその下の、地下水開発の状況の表になりますけれども、こちら、一時貯留タンクグループ1につきまして、後ほどご紹介いたしますが、分析結果、運用目標値を満足しているという結果が得られてございますので、こちらにつきましても明日、2月5日に排水を計画しております。はい、こちらの資料につきましては、以上となります。続きまして2点目の資料パワーポイントの方をご覧いただきたいと思います。タイトルの方が福島第一原子力発電所 A 排水路に設置している簡易放射線検知器 PSF モニターの航行警報の発生についての続報ということになります。朝の福島のレッドの方ではご紹介させていただいておりますけれども、その続報という形になります。まず1ページのところになりますけれども、概要といたしまして、本日2月4日の午前4時6分になりますけれども、A 排水路に設置しております簡易放射線検知器 PSF モニターにつきまして航行警報が発生しているという状況です。その後、午前4時45分に当社社員が現場に出向するとともに、同4時56分に排水路に設置しておりますゲートを閉鎖しております。当社社員による現場確認の結果、午前5時50分、A 排水路への設備等からの流入がないことを確認しております。また予防措置としまして3点実施しておりますけれども、1つ目が上流側にありますタンクエリア、軽タンクエリアになりますけれども、こちらの外堰の止水弁を閉鎖しております。2つ目が投下運転をしておりました季節の多角種除去設備アルプスの PK になりますけれども、こちらを循環待機にしたという状況です。3つ目、こちらがサブドレンの浄化設備ですけれども、こちらの運転を停止しております。その後、午前10時25分になりますけれども、こちらのモニターの航行警報がリセットできまして、指示値の方が警報発生前の値に復帰しているという状況となりました。その後、A 排水路に対応しております水ですね、排水路の 水と、あと物上げ場前の排水路出口の水の放射能の分析を実施いたしました。その結果が次のページ、参考参考の結果とありますけれども、こちらに記載しております通りのセシウム134、セシウム137、全ベッタ、結果が記載の通りとなっておりますが、通常の変動範囲内であるということを確認いたしまして、当該警報につきましては、モニターの異常によるものということで判断しております。その後、午後0時12分になりますけれども、排水路に設置してある、閉鎖しましたゲートにつきまして、開放をしたという状況です。先ほどの予防的措置を行った3設備につきましても、準備が整い次第ですね、復旧を実施する予定となっております。また、警報発生前後に通じまして、海水放射線モニターの値に有意な変動が見られていないということを確認している状況です。
で3枚目ご覧いただきますと時系列の方を記載しておりますけども、今ほど申し上げたものを歴史でございますのでご確認いただければと思います。また最後の4ページのところは校内の排水路の位置図ということでお示ししております。この地図上ですね、赤い線で書いたところ、これが排水路のルートを示しておりまして、地図は左側が北になっておりますけれども、地図の下側、西側から上の、海側、東側に向かってですね、排水路が流れているという形になりますけれども、途中にあります水色の丸のポイント、こちらにモニターの方が設置してあるというような位置回帰になるといったところとなります。はい、こちらの2点目の資料の方のご説明は以上となります。続きまして3点目の資料になりますけれども1枚ものになりますがこちら福島第一原子力発電所2号機燃料取扱設備設置に向けた予定風呂内線量調査の開始についてということになります。折半の監視評価検討会の中でもご説明させていただいておりますけれども、こちらの作業を開始しているところとなります。概要にございます通り、2号機の原子の建屋の押し寄せる燃料プールからの燃料取り出しにつきましては、原子の建屋の南側に、設ける、燃料取り出し予行台から燃料取り扱い設備を出し入れすること、これで、燃料取り出しの作業を実施するということで計画しております。これまでは燃料取り出しに向きまして燃料取り扱い設備の設置等に干渉するオペレーティングフロア、オペフロと申しますけれどもこちらにある残置物等につきまして移動片付けを行ってまいりました。昨年11月ですけれどもオペフロ内の残置物の撤去をコンテナで搬出する作業が完了いたしましたのでオペフロ内の線量等の調査につきまして本日から、開始いたしました。こちらの作業につきましては、3月上旬までかけて、実施する予定としております。今回得られる、線量測定結果につきましては、評価の上ですね、さらなるオペフロの線量低減を検討してまいるという予定としております。2台に図をお示ししておりますけれども、左側に、2号機オペフロのですね、平面図が記載ありますが、今回黄色でハッチングしたところほぼ、原子の建屋オペフロの全域につきまして、線量の調査を、実施する予定としております。また調査につきましてはその右側の箱にありますような遠隔操作のロボットをですね使いまして個人でですね遠隔で実施する予定としているところです。調査の内容につきましてはその上段にオレンジの枠で囲ってありますけども空間線量率の測定ですとかガンマカメラ撮影表面汚染測定とこういったところを実施する予定にしております。3点目の資料は以上となります。4つ目、5つ目の資料の方が地下水バイパスの関係の分析結果になります。4点目が先ほど申し上げました地下水バイパス一時貯留タンク水の排水前の分析結果となっておりまして表をご覧いただきますと一時貯留タンクグループ1の結果になります。記載の通り当社分、第三者機関分の分析結果が記載しておりましていずれもですね運用目標を満足しているという結果が得られておりますのでこちらにつきましては明日排水を実施する計画としております。続いて5点目の資料の方こちら地下水バイパスの揚水性ナンバー10の分析結果となっておりますけれどもこちらにつきましても記載の通りの分析結果となっておりましてこれまでの結果と比較しましても有意な変化は見られていないというような状況となっております。はい、続きまして 6点目の資料になりましてこちらも毎月月初めにご紹介しております放射線データの概要ということになりまして今回は1月分ということになります。1枚目の上段のところ、グレーの8分のところになりますけども、トピックス、記載しておりますが、1月につきましては、脱走等に関わる作業につきまして特にトピックスはございませんでしたので、更新するようなところはございません。とデータの方ですね、めくっていただきながらご覧いただきますと、こちらにつきましてもですね、水のデータですとか、空間線量率ですとか、こういったところ特に有意な変動は、見られていないという状況となっております。
引き続き、モニタリングの方を継続してまいりたいということで、考えております、はい。次の資料になります。7点目の資料になりますけども、こちらはですね、昨日の福島市側のですね、レクチャーの方でご紹介している資料になりますけども、ちょっと福島側の方は直面になってしまいました、申し訳ございませんけども、改めて今日ご紹介させていただきたいと思います。タイトルの方が、福島第一原子力発電所3号機、燃料取り出し作業の、実施状況についてということで、半分変形燃料の輸送要件の、争点ということでございます。昨日2月3日になりますけれども、午前9時55分から、76回目となります、3号機の燃料取り出し作業を開始しているという状況です。で3号機の使用済み燃料プール側におきまして、ハンドル変形燃料を輸送容器キャスコの方へ装填する作業を初めて実施しております。で昨日につきましては変形燃料の中でもですね、ハンドル変形量の大きい燃料、これまで番号で9番とか12番とかをお示ししていたものがございますけれども、そちらの燃料2体につきまして、キャスコの方もですね、変形量の大きい燃料を収納するための収納台数2体のキャスク、こちらのキャスク輸送容器の方に装填をしているという状況となっております。でこれでですね、75回目までで524体の取り出しが完了しておりますので、プラス2体ということで、キャスクに装填した収容数としましては566体中526体ということで記載しております。でこちらの燃料につきましては、今後共用プールの方へ移送してまいります。引き続きまして、今年度末までの566体全数の取り出し完了に向けまして、引き続き安全第一で確実に作業を進めてまいりたいということで考えております。下段にですね、燃料配置図ということでご参考でお付けしております。ちょっと小さくて見づらいところございますけれども、赤い点線で囲ったところがですね、一番下側のところに、丸9、丸12と番号を、しておりますけれども、こちらの燃料を輸送容器の方に装填したということとなっております。はい、7点目の資料につきましては、以上でございます。最後8点目になりますけれども、実施計画の関連のお知らせになります。ホームページの方に、掲載している、ということのお知らせになりますけれども、実施計画の変更認可申請を実施しておりました、当直体制の見直しに伴う変更といったところ、こちら2月1日に、一部補正を行いまして、2月2日、認可をいただいているという状況となっております。はい、私の方から、本日ご用意した資料のご説明は以上となります。それでは各会場からご質問をお受けいたします。まず福島市会場よろしくお願いいたします。はい、福島市会場です。ご質問をお受けいたします。いかがでしょうか。福地さんお願いします。朝日新聞の福地です。お願いします。PSF モニターの件からなんですけども、この高校警報っていうのはこの高いが2つついているというのは、ちょっと素人感覚的にはどういう意味なのか気になったんですが、何と何が高いという意味で高校警報という言葉を使っているんでしょうか。はい、これは排水路のですね、水に流れます放射能濃度を検知しているものになりますけれども、警報のレベルが1段目の高というものと、あとはそれよりも高いレベルということで高校という2段階で検知する形になっております。で、設定値になりますけれども、高警報の方が、1500ベクレルパーリットルという値になっておりまして、高校警報の方が、3000ベクレルパーリットルという値が、設定値というふうになっております。で今回指示値の方が警報が発生しましてですね、そのままちょっと上昇傾向が続いたんですけれども、最大でですね、3万ベクレルパーリットルを超える値、まで、上昇したというような、事象となっております。あ、そうすると
高警報と高校警報がある、うちの高校警報が出たと。はい、おっしゃるとおりですね。高警報の設定値のレベルも超えてますので、高警報、高校警報、両方出ているということになりますけれども、より高い警報値のところをお知らせしているというような形になります。ただこのオペフロの線量調査2号機の2号のオペフロですけれども、これ直近の測定時期と、主な測定値どれぐらいだったか分かりますか？ですね、2018年12月に、測定している、データがありますけれども、こちらは、2018年12月にオペフロの方を測定しておりますけれども、最大のところはウェルプラグの上のところになりますけれども、最大値で148ミリシーベルトパーアワーという数字が確認されています。その後残置物の撤去もあってりはしましたけど、その除染的な意味での、その、表面削るとかね、そういうことってされたんでしょうか？はい、昨年末にですね、片付けが終わったところで、その状態での測定を本日から開始したといったところになります。今回の結果を受けてですね、除染ですとか、そういったところのどういう対策をしていくかという検討した上で、そういった作業に入っていくということになります。そうすると、基本的には除染の効果っていうことが何かあるっていうよりは、時間が経ったことによる軽減と、あと残置物に何か宣言があった場合、それがなくなったことで線量低下しているっていう、その主には2点ぐらいの変化がこれから出てくると。はい、おっしゃる通りの効果が、どの程度であったかということが確認できてくるかと思います。あと3号の燃料取り出しのこの2体のキャスクでやることですけども、7体のキャスクでこれまでやってたことと、2体のキャスクで比べたときに作業にかかる時間だとか 手順とか何か大きく変わることというのはありますでしょうか？燃料をキャストに装填する体数はですね、7体から2体に変わりますので、若干そういったところで、時間短くなるところはあると思いますけれども、ただ、3号機から居留プールへの燃料の輸送ということを考えますと、キャストの取り扱いの作業ですとか、運搬の作業ですとか、そういったところは同じ時間、また同じようにかかりますので、全体で見るとさほど大きくは変わらないものということで考えています。そのキャストの取り扱い自体はそれほど、7体に比べて2体の方が何か、手順が増えるとか難しいことがあるとか、そういうことはないと理解していいですか？はい、そういったところは特にないと思ってます。2体のキャストもですね、キャスクの格子のところが寸法も大きくなってますので、曲がっている燃料もですね、より取り扱いやすくなっていると、そういう構造になっています。あと下の方に2体キャスク、その輸送予定の燃料が今8体分番号があるんですけど、逆に言うとこの8体以外は基本的には7体運べるキャスクに入れて移送するということですか？はい、おっしゃる通りの移送の方法を、考えております。わかりました、以上です。はい、その他いかがでしょうか？マイクをお返しいたします。ありがとうございました。それでは東京会場よろしくお願いいたします。はい、こちら東京会場です。ご質問ある方は挙手をお願いします。はい、じゃあおしるさんどうぞ。エリシエンです。おしるです。よろしくお願いします。まず PSF モニターのことを伺いたいんですけど、
お指示地のログは全部残っていますよね。それを公開していただけませんか。どういうカーブで上昇があったのかというのを知りたいんですか。はい、すみません、ちょっと今手元にはデータございませんけれども、ちょっとご報告して受けたまりたいと思います。その最大3万ベクレルパーリットルが指示された時刻はいつですか。午前4時32分になります。正確な数値申し上げますと3万トンで639ベクレルパーリットルという値です。ありがとうございます。お手元に他の数字はあるんでしょうか。何時何分何ベクレルパーリットルというような、ちょっと断片的な数字になりますけれども、はい、手元にデータがございますのが、午前4時28分、こちらが、24,700 ベクレルパーリットル、次が午前4時30分ちょうどですけれども、27,800 ベクレルパーリットル、次のデータが午前4時31分、3万トンで100ベクレルパーリットルで、あと先ほど申し上げた4時32分のデータ、でその後ですね、午前4時36分にシステムエラーというのが発生して値が確認できなくなりましたけれども、その後のシステムが復帰しまして午前10時25分の断面では 99.9 ベクレルパーリットルという値が手元にデータとしてございます。4時36分から10時25分まで結束ということですね。はい、おっしゃる通りです。わかりました。上昇前の値のデータというのはお手元にないですか。4時28分以前のデータです。はい、ですね、ちょっと細かい値は変動もありますので、ございませんけれども、発生が警報発生前の数値は、約100ベクレルパーリットルという状況です。これは瞬時に、上昇して、警報値を超えるような値まで上昇したというような状況です。それが何時何分ですか。警報発生が、午前4時6分という時刻になります。4時6分の値が100ベクレルパーリットルということですか。4時5分の値がということですか。値、時刻と紐付けられている値だと思うので、その100ベクレルパーリットルの値、はい、時刻を教えてください。すみません、ちょっと100ベクレルパーリットルの時刻が手元にデータございませんので、こちらを確認させていただきたいと思います。わかりました。で、このプラスチックシンチファイバーモニターは新しい低排水路につけられているのと同じ新しいタイプのものか、別の元々あるタイプのものでしょうか。つまりベータガンマを一緒に測るタイプのものか、ベータガンマとガンマを分けて測って差し引きでベータを出せるタイプの低排水路に新しくつけたものか、どちらのタイプかということを聞いております。すみません、ちょっと確かベータだけだったと思いますけども、すみません、手元に情報ないので、こちら正確なところは確認してお答えさせていただきたいと思います。わかりました。ベータだけだったらないと思いますので、ベータガンマかベータプラスガンマかベータプラスガンマと、はい、ですよね。はい、ちょっと確認いたします。わかりました、よろしくお願いします。で、排水口の PSF モニターの広告警報は低排水量の過去何とかなっておりますが、この機器の故障と判断を御社がされた根拠となるデータは全てお出しください。過去汚染水の漏洩がない場合の航行警報が鳴った時でも、モニターは全てログが残っておりますので、どういうカーブでどういう上昇が描いたか、こういうカーブだから機器の故障なんだとか、そういうことをお示しいただいておりましたので、何時何分にどの値になっていたということは
お示しください。過去と同じように。はい、ちょっと今回の、まあ、警報ですね、ちょっと谷本先生の復帰したというところもあって、誤警報ということで判断しておりますけれども、なぜ、高かったり上げたかといったところにつきましては、原因を、調査しているところでございます。ちょっとデータにつきましてのお示しできるところにつきましては、ご意見として承りたいと思います。排水溝のモニターは直接海に流れ込んでいるものを測っているものですので、そして御社が2013年4年だったか、軽排水路の汚染水のデータを測定していながら公表していなかったときに、測っている放射性物質のデータは全て公表するということを、当時荒川常務とかもお約束していただき、測っているデータは全て出ております。どのような形で出すかではなく、測定値は出してください。排水路の分析につきましては、定期的に測っているものにつきましては、公表させていただいていると思いますけれども、ちょっと今回のこのモニターの値ですね、取り扱いについて、検討させていただきたいと思います。昨年8月、もう2019ですから、一昨年ですね、一昨年8月に、軽排水路の PSF モニターの公表警報が鳴ったときは、警報発生時のログをすべて公開されておられました。過去と同じように警報が鳴った際のモニターのログは公開してください。過去と同じように御社が出さないような用語です。はい、ご要望としている結果もあります。検討結果もまた改めて教えてください。よろしくお願いします。じゃないとまた小野さんに毎回聞かないといけないとか、はい、聞くことが止まってしまうので、過去と同じようなデータ公開をしてください。はい、ご意見として承りたいと思います。はい、で、PSF モニターはベータガンマを、合わせて測定しているので、特にガンマの測定値はストロンチウムで構成しているので、高めに出る傾向があると、3000ベクレルパーリットルが警報、高校警報の設定値ですが、それ以下のセシウム濃度で警報が鳴っているんです。ご存知だと思いますけれども。なので、この3万ベクレルパーリットルという数字ではなくても、もっと低い値、ガンマの線であればもっと低い値ということも考えられますので、そしてその指示値が上昇した場合の健康のデータとの突合などもできることがたくさんありますので、過去と同じようなデータの公開をしてください。そうではなければ年月が経つほど御社は情報を公開していないということになります。お願いします。で、まだ他に、質問もあるんですが、一旦これで終わります。はい、他ご質問のある方いらっしゃいますか。はい、大山さんどうぞ。読売新聞の森本と申します。よろしくお願いします。囲碁機のホテル丼の洗浄調査なんですけども、許可実施ということで、何か今現時点で見てる値とかっていうのは何か伝わってるんでしょうか。はい、今日は開始したところでございまして、全体ですね、計画ですと100点ほどデータを採取する、予定としております。でそのうちですね、本日は、9箇所を、測定をしているというところになります。ただですね、今日、今時点で測定のデータこちらまだ上がってきておりませんで、全体終わった段階でですね、速報ということでお示しできると思いますので、そういったところでご報告させていただければというふうに考えております。終わった段階ではその3月で終わってたとするとも、なんか中間みたいな感じで出す、終わったっていうのは今日の作業終わってからということですか。
はい、ですね、3月の、上旬ぐらいまでかけて、実施する予定になってますので、その作業が、完了した段階でですね、速報値につきましては、ご報告させていただきまして、また詳細なところは、取りまとめると思いますので、そういったものにつきましても、改めてご報告させていただきたいと、その流れで考えております。分かりました。原子力規制委員会の方でコンクリートプラグの裏側に相当線量高いものが あるというふうな指摘をされていますけど、何かその原子力規制委員会にはですね、何か指摘に踏まれたような観点からの調査というのは何か予定されていることはあるんでしょうか。はい、今回予定しております調査につきましては、ちょっと冒頭資料の方で申し上げました、事故以後ありました、残置物の、片付け撤去、こちらが終わりましたので、オペフロ全体についてのその効果の確認ということを目的に実施、するものであります。今後2号機の燃料取り出し設備関係ですね、そういったものを設置していく作業が、オペフロの方で計画されますので、それに向けた、雰囲気の環境の調査という目的で、実施いたします。で、今ご指摘の通りですね、原子力規制委員会さんの方の、ウェブプラグの構成のような、ご指摘もございましたけれども、こちらにつきましては当社としましてですね、別途規制庁さんとも協力しながら、改めて調査は、検討してまいりたいということで考えておりますが、繰り返しになりますが、今回の調査はまたそれとは別の目的という位置づけになります。目的自体は多分別だと思うんですけども、なんか今回測定したものからですね、よりその、コンクリートプラグの材料についている、量ですとか、なんか推測できる材料になるのかなという、もより正確にですね、なんか推定する材料になるのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。はい、ちょっとこれからの全体的な作業を展開していくところになりますので、そういった中で得られて、ずっとウェルプラグの、内部というか中とか、そこですね、そちらの付着しているような、そういう検討にも資するようなデータがもし得られるようであれば、そういったところにもフィードバックされると思いますけれども、そういった方面ですね、また、検討していければということで、考えております。あと、すみません、3号機の使用済み燃料プールから取り出しについてなんですけれども、まだ変形があって動かない燃料があったかと思うんですけど、その辺りのですね、今後の、予定ですとか、方針とかを教えてください。はい、釣り上がらない燃料がですね、数体ございましたけれども、その後も釣り上げる確認試験の方を実施しておりまして、現時点では全ての燃料が釣り上がるということが、確認できております。ですので、特にですね、これまで釣り上がらない場合、振動を与えてですとか、場合によっては骨折断してとか、そういったところの対策まで考えておりましたけれども、そういったところまでは、実施することなく、通常通り釣り上げが、できるということを確認しております。あ、分かりました。あと、その細かいんですけど、今回取り出した2体、9番と12番なんですけど、なんかこの2体を選んだ理由とかっていうのはあるんですか。はい、8体ですね、2体のキャスクの方に、入れていくということで考えておりますけれども、変形燃料というと18体ございまして、その中で、変形量が大きい大変形燃料が4体、あったということになります。その中の2体ということになりますけれども、特にその4の中からなぜ2体かといったところは特に理由はないかと思います。操作性とか順番性とか、そういった作業のしやすさ、そういったところから選ばれたものということで、考えております。分かりました。あと、すみません、限界性能 PSF モニターの警報活用の件なんですけども、3万6000ベクレルまで上がったっていうことなんですけど、過去 の, その、異常があったケース何件か結構あったと思いますけど、過去 の, その誤報の件でもそれぐらいは上がっているのケースが多いんですか。そのちょっと確認しないと分かりませんけれども、ちょっと他のところでですね、やはり異常で、マンオーダーの数値が出たところもあるかと思いますけれども、ちょっと礼拝数路で、同じところで、そういった実績があるかどうかといったところにつきましては、ちょっと今、手元に情報はありませんので、確認させていただければというふうに思います。分かりましたね。ちょっと次、ありがとうございました。あ、すみません。
A 排水につきましては過去にこういった上昇した事例はないということになります。はい、追加のお答えになります。申し訳ございません。全部低排水量ですよね。はい、他ご質問のある方いらっしゃいますか。はい、じゃあ渡辺さんどうぞ。渡辺です。よろしくお願いします。来月の3月11日で、いわゆる 3.11 事故から10年になるんですけれども、それに向けて東京電力としては何か調達するとか、何かそれについての改めて会見とか報告をするというようなことはございます。すいません、今時点で何かの決定したものございませんけれども、そういった何かしらですね、やることがあれば事前に皆様にご案内させていただきたいというところで考えております。ちなみに3月11日木曜日だと思うので、この庭園の会見は実するものと思いますけれども、いずれにしても何か改めてやるものがありましたらご連絡させていただきます。わかりました、ありがとうございます。はい、他ご質問いかがでしょうか。あ、村田さん先です。その後岡田さん。BS 朝日の村田です。本日ご紹介ありました3号機の燃料の取り出し作業について簡単に見てのことをお尋ねします。残りの本数が限られてきましたけれども、これからはその一度に2本ずつ、キャスターに入れるという話でしたが、そうすると向こう1週間ぐらいの取り出し予定のスケジュールというのはお分かりでしたらどういう感じなのかイメージを教えてください。はい、まずですね、今後の予定なんですけれども、今回2体、キャスクの方2体収納のタックのキャスクに収納の想定いたしましたけれども、これを含めてですね、残りが42体ということになっております。でこのうちで2体のキャスクで移送するのは2枚目の参考のところにあります右下のもう箱に来てありますけれども、発射用ですね、これを2体のキャスクで運ぶということになっております。で残りの34体につきましては、これまで使っておりました7体のキャスクに想定して協力の方に運搬するということになっております。で、順番としましては、2体と7体のキャスクを交互に使いながら運搬すると、そんな予定になっているところです。で、ちょっとこれからの予定のところにつきましては、ちょっと核物質防護上の話もありまして、ちょっと細かいところの予定というのはなかなかお示しできないんですけども、先ほど申し上げたような流れでですね、今後の移送作業を実施していくということで計画しております。わかりました。従来のね、大体1週間つまり10月ぐらいは1週間に2つのキャスクですか、7本ずつを交互に大体1週間で14本ぐらいずつ交互に出すのが1つのスケジュールのようになっていましたので、またそういうことが伺えるようでしたら教えていただきたいと思いますので、何回かお尋ねしたいと思います。それとですね、このいろいろ変形があったりした18体
についてはいつ頃ですね、この燃料として使われたものかっていうのは、そういうプロフィールっていうのはそれぞれ分かるものなんでしょうか。つまり古いからいろいろあったのか、それともこの事故でいろんなものが上から降ってきて変形だったり取り出しなくなっただけなのかっていう、そのあたりですね。はい、今ご指摘のところの後者の方だと思っております。まあ、過去全部時期が前だから曲がったというわけではなく、事故でですね、いろいろ瓦礫が落下してですね、プール内にも落ちてきたところありますので、そういったものが、ぶつかったところが、曲がっているというようなところで、まあ、より大きな瓦礫とか、何ですかね、そういったところが、まあ、変形 の、 大きさも大きいものと、そういうふうに考えております。わかりました。では18体を含め、残った42ですか、について、特にその燃料の新しい古いは結構見られてないということを了解しました。ありがとうございます。岡田さん、ご覧ください。東洋経済振興社の方です。3号機の燃料取り出しですけど、残る変形燃料についてはちょっと確認なんですけれど、今用意しているキャスクにスムーズに収納できそうだということなのか、あるいはちょっとやってみなきゃわからないものが、どれとどれなのか教えていただけますか。はい、参考の2枚目のですね、右側の表に、ハンドル変形燃料18体あるということで記載されておりますけれども、このうちの8体をですね、2体のキャスクの方で、輸送するということにしております。で、残り10体につきましては、これまでの7体のキャスクの方で、十分輸送が可能だというふうに考えておりますので、そういった形で、キャスクを使い分けながらですね、輸送していきたいということで考えております。じゃあ、今回取り出したのは大変形ってことでしたっけ。はい、8体の中で4体大変形がありますけれども、その4体の中のさらに2体ということになります。はい、次は山を越えつつあるというか、メドが達しつつあるというか、そういうことですかね。そうですね、まあ、釣り上げ試験でですね、全ての燃料を釣り上げることが確認できましたので、まあ、当初考えていた特別な措置ということは、必要はなくなったかなというふうに考えておりますけれども、まだ残り42体ですけれども、引き続きですね、気を抜かずに安全最優先で作業は進めてまいりたいと考えています。はい、ありがとうございます。あとは この A 排水路の簡易放射線の検知器で、これがその、まあ、いわゆる機器の故障であるっていうその判断の根拠っていうのが、この下のサンプリング結果っていうことなんですか。ちょっとすいません、ごめんなさい。はい、サンプリング結果はですね、おっしゃる通り、通常の値が確認されたということもありまして、またモニターの方もリセットできたということでしたので、ちょっと高い、指示を示したものは、モニターの異常による、まあ、ご指示、まあ、ご警報ということで、考えてあります。このご指示とかご警報が起きるなんかメカニズムとか原因とかっていうのは、過去においてもご傾向あると思いますけど、何か言えることってのはあるんでしょうか。
はい、人が過去経験したものですと、なんかゴミですとか、不純物みたいなのが来て、高い値が示したというところもありますけれども、特に今回、そういったところもないようでしたので、モニターの単体の、危機的な故障ではないかということで考えておりますけれども、引き続きですね、メーカーさんの方とも、ご協力いただきながら、原因につきましては調査してまいりたいということで考えております。これ特に上流側で高温モードの汚染が発生している可能性というのは本当にないと思います。実際の排水路の水からというご質問でしょうか。はい、それは先ほどサンプリングの結果もお示ししていますとおり、実際の水からは高い分析結果は得られていませんので、そういったものではないということで考えております。はい、分かりました。あともう一つ、2号機のプエフロ内の線量調査で、このロボットが3つあるんですけれども、この右の2つはこれ確か原発事故の直後というか比較的古くから入れているものかと思いますけど、左側のこの B なんていうの、よく分かる B ロックですか、これは従来から使ってたものなんですか。こちらのですね、配慮作業の方では使われるロボットとなっております。はい、今回初めてではなくてですね。はい、おっしゃる通りです。はい、それで、今後の、すみません、線量調査を実施した後の、おおよその工程ですね、この先だけの、ちょっとすみません、復習でお願いします。ごめんなさい、前のですね、監視所からですが、そういったところで工程の方をお示ししていたかと思うんですけども、すみません、ちょっと今手元に、資料の方ございませんので、ちょっとそちらをご確認いただくか、ちょっと時間いただければ確認したいと思いますけれども。はい、とりあえず、これが、これからその調査の結果を公表ということですけど、現状ある程度の想定の範囲、このぐらいの想定とかっていう、そういう何かそういったものがあるんでしょうか。すみません、ちょっと現状ですね、特にこのぐらいだろうっていう想定したものはございませんけれども、ちょっと測定の結果を踏まえてですね、確認していくというような形になるかと思います。はい、基本的には相当高い線量が出るっていうふうに考えて、いわゆるその、人による立ち入りっていうのは、ほぼ無理っていう、そんなふうなことなんでしょうか、今後も。はい、残地物の方は片付け撤去いたしましたけれども、そもそもやはり2号機のオペフロにつきましては事故の影響でですね、線量が高いということで考えておりますので、今回の調査も遠隔ロボットで、考えておりますし、今すぐ人が中に入って作業できると、そういった環境ではないものということで考えております。ありがとうございます。他ご質問いかがでしょうか。はい、なければじゃあおしどりさん最後でお願いします。ACM プレスの勝利です。すいません、排水路の質問ちょっと終わろうと思ったんですけど、各警報なんていうのは軽排水路だけではなく BC とかでもなってますよね。なってると思います。はい、で、過去 BC 排水量や軽排水量もそうですけど、警報が鳴った場合は今回のような判断をするのではなく、例えば BC
海水量の警報が2015年になった際は、その後御社は2ヶ月間調査をされ、警報が鳴る事例のような作業が、今回の3つの、施設を止める作業をして判断をされておられますけど、清掃作業で何か汚染土が流れなかったかとか、さまざまな原因分析を2ヶ月されて、それでどういう状況だったかということを評価されておられました。今回のような瞬発的に支持率が上昇することというのは、少量のものが流れた場合はあり得ることで、そして海水側のサンプリングをしたとしても希釈されているので濃度が下がって当たり前なんです。少量のものが流れた場合は、なので今回のようなデータのみで、モニターの故障と判断されたことはありません。ご存知だと思いますけど、低排水量や BC 排水量の警報が過去になった際は、数週間から2ヶ月程度の調査をされた上で、機器の故障もしくは原因はわからないが何らかのものが流れたということを求めております。ですのでログも公開せず、その当時の作業を詳細に出さず、機器の故障という判断という、そのような資料作り情報公開はなさらないでください。多分原因は分からなかったけど、この程度のものが流れたかもしれないということは数ヶ月調査して出されております。はい、過去ですね、それから BC 排水路で支持率が上昇したときは、実際の排水路の水についてもかなり の濃度が確認されていたということで、記憶しております。しておりまして、どこからか特に BC 排水路のタンクエリアを通っているということもありましたので、特に当時はまだ高濃度の水ですね、そういったもののタンクに保管されているところもありましたので、そういったこともあって流入経路について調査していたものということで記憶しております。で、一方で今回は資料でも示ししている通り、分析結果、通常時と同程度というところ、あとモニターの値も復帰してですね、値の方も戻っているといったところ、そういったところもございますので、今回の事象については機器の故障であるということで判断した、ご傾向であるということで判断したと、そういった経緯になります。 BC 排水量の、サンプリングの値も、当時はそのように高い値ではなく、あと2017年の気配水路 BS モニターの警報発生時も短期間の、ごく短期間の、そうですね、上昇でしたが、調査はされております。ご存知だと思いますけど、汚染水の漏洩がなくとも、セシウムが付着した土が流れれば警報が鳴ってしまいますので、なのでそのような清掃作業がなかったか、工具とのデータの突合がどうだったかということは過去は丁寧にお示しくださっていますので、過去出されたデータは出してください。せめて情報公開の交代ではなく、はい、A 排水につきましても、他の排水路同様ですね、定期的に、清掃の作業とかはされていると思いますけれども、ちょっと今、手元にその辺の経緯はございませんので、ちょっとその辺の、因果関係の、今回特にないとは思っておりますけれども、そういったところの経緯とは、確認させていただきたいと思います。はい、特にないと思っているではなく、すみません、ずっと要望しているのは、何度も質問しておりますが、排水路は直で海に流れる水を測定するものですので、御社は速攻モニターから、PSF モニター、そして新型 PSF モニターなど割と、臨機応変に対応できるようなモニターをせっかくつけてらっしゃいますので、その警報が鳴った場合は環境中に汚染水が排水の告知の限度を超えたものが流れている可能性がありますので、せめて過去と同じような情報提供はしてください。御社が判断して情報を出さないということではなく、
はい、ご要望として承りたいと思いますけれども、今回も傾向が出ましたので、8つのゲートをですね、手順通り閉塞したりですとか、上流側にある、設備を止めたりとか、そういった対応を適切にできていると思いますけれども、ちょっと今、ご指摘のところは、ご要望として承りたいと思います。はい、家族と同じ情報公開してください。で、あと、提言ですが、ちょっと不適合、最近、質問できてなかったので、させてください。ちょっと古いものになるんですけど、1月21日の不適合で、あればの ろ過水供給ポンプの各に亀裂があり、連続適化があった、漏洩があったということなんですけれども、予備費があるため、ろ過水の供給に影響なしということですが、あれば自体はもう使用停止になっていますよね。ちょっとこの予備費があるため、ろ過水の供給に影響なしという、ちょっと今後ポンプの交換を予定と書いてあるんですが、あれば廃止予定で撤去予定だと思うんですけど、何かそれも運用し続けておかないといけないというようなことがあるんですか。はい、おっしゃる通りですね、凝集沈殿除去装置あればにつきましては休止している設備になります。ろ過水の供給ポンプですね、他に予備機があるということで影響ないということで記載しているんですけども、そこの休止設備との関係性については、確認させていただきたいと思います。はい、あればの扱い自体は廃止で適用税だと思うんですけど、まだ撤去せず置きっぱなしということなんですかね。はい、そうですね、現状まだ撤去は、していない状況です。2014年に廃止になり、今は2021年ですけれども、撤去をせず放置しているままだと、このような形で亀裂が入ったり劣化が進むと思うんですけど、ちょっと濃度が高い初期の汚染があるため、ちょっと撤去もできず置いているという状況なんですかね。確か一部分は撤去はしていたと思うんですけど、だいぶ残っているものと思いますが、ちょっと現状どういう状況か、どうするかといったところにつきましては確認させていただきたいと思います。わかりました。で、あと別件ですが、1月22日の不適合で救急医療室における診療録の紛失についてということで、 ER の、診療録がなくなっていたということですが、医師に診療録の再作成を依頼ということですか。これ診療録の再作成というのは可能なんですか。結局これはどういう状況になったんでしょうか。はい、再作成するということなので、可能だということには考えておりますけれども、現状ちょっと再作成が終わっているかどうかといったところは、ちょっと手元に情報はございませんので、ちょっとお答えできません。ちなみに、これ どういう診療録がなくなったんですか、どういう傷病でしょうか。ですね、この方は、車両で、校内を移動しておりましたところ、増設アルプスの建屋の周辺で、他の車と接触して、首を痛めた方ということになります。わかりました。最近あった事例ですよね、ここ1、2ヶ月でちょっとそれ出てきませんけど。そうですね、先月の出来事ですね。はい、わかりました。で、あと
月1月26日の不適法でグレード2のことですが、労働基準監督署から協力企業へ是正勧告が出ているもので、酸素結合危険作業主任者の選任不備による是正勧告ですか。これ具体的に、元請けがどこかということを教えてください。はい、こちらはですね、元請けの企業さんは、東京パワーテクノロジーさん、電気鉄さんになります。はい、で、これ元請けと二次請け両方に同期から是正勧告が出たということですよね。元請け企業さんと二次請け企業さんの2社に出ているという状況です。一次請けには出なかったということですか。はい、一次請けさんの方には出ていない状況です。わかりました。これどのようなコミュニケーション不足で勘違いでこのような状況になったんでしょうか。はい、酸素結合危険作業主任者というのはですね、各社から、1名以上選任しなきゃいけないということで、あります。で、今回のこの作業班、元請け企業、一次請け企業、二次請け企業の3社で、作業班構成されておりますけれども、本来ですと各社から1名以上作業主任者を選任する必要があるということでしたけれども、ちょっとそこが、元請け企業さんのご認識がありまして、作業班で、1名以上、選任できてれば良いということで、間違っておりまして、で、元請け企業さんと一次請け企業さんには、この酸素結合危険作業主任者が選任されておったんですけども、二次請け企業さんの方で選任されてなかったといったところになります。というところで、その選任されていなかった、二次請け企業さんと、あとは、きちっとそういったところをこう選任するようにというような、指導ができていなかった、そういったところは元請け企業さん、まあ、この2社に、是正勧告が発出されたと、そういったことになります。つまりこれは元請け、一次請け、二次請けのメンバーが混ざった作業班だったということですよね。そうです、おっしゃる通りです。これ一連の作業員の方に取材して聞いたことですが、そのいろんな一次請け、二次請け、三次請けが混ざった作業班だと、じゃあ法律上一次請けの人間が三次請けの人間に指示をしたり注意することはできないので、コミュニケーションがとてもまずいと。なので本来いろんな何次請けの人間を入れた作業班は作らないと。けど事故直後は人数が足らないのでそういうことを言っておられないという、言っており、そんなこと間に合わないということを聞いたんですけど、まだ元請け、一次請け、二次請けが混ざった作業班になっているということですか。だからこそ元請けの人は作業班で一名でいいって勘違いされたんですよね。そもそも何次請けかが混ざることはないので、こういった構成になっていたからといったところかどうかは分かりませんけれども、いずれにしてもですね、そういう要求事項のですね、安易法の規定ですね、こういったところの認識がですね、ちょっと重要じゃなかったといったところが、原因だったのではないかということで考えておりますけれども、いずれにしてもこういったところもですね、原因をきちっと検討した上で、再発防止対策を検討していくことになるというふうに考えています。この件に関わらず、現状福島第一原発の作業班は、一次請け、二次請け、三次請け、いろんな方々、いろんな社の方々が同じ作業班になっていますか。そうすると指示系統がまた難しくなりますよね。
はい、ご指摘の通りの横行性になっている作業班が、多いと思いますけれども、そこはきちんとした体制の中で、運営されているということで思いますけれども、今回の事例につきましてはそういった専任の仕方ですね、そういったところも勘違いがあって、結果的に、選出が漏れていたということもありますので、ちょっと繰り返しになりますけれども、原因につきましてはしっかり、検討した上でですね、再発防止を考えていくことになるということに、考えています。わかりました。わかんないですけど、もう一点、1月25日の不適合ですけど、ナンバー5タンクの定期周期超過についてということで、当初予定していた2020年12月から2021年3月に延期となったが、タンクの解体がですね、点検長期計画の改定を実現して、点検周期が超過していたということですが、この元々の点検が延期になった理由というのは何ですか？はい、ナンバーを消えたのは解体じゃなくて点検ですけれども、はい、2行目にちょっと記載しておりますけれども、まずですね、ナンバー4の、ケリータンク、こちらの点検作業をですね、先行して実施しまして、それが終わった後、ナンバー5のケリータンクの方の点検を実施するという計画で、おりましたけれども、ナンバー4ケリータンクの方の、作業の方が、伸びてしまってですね、で、それに伴って、その後やることとしていたナンバー5ケリータンクの点検も、これを先送りしたんですけども、計画ではすぐに変えたんですが、長期計画上ですね、そちらの反映が漏れてしまったと、そういったことになります。あ、すみません、質問の仕方が悪かったです。そのナンバー4ケリータンクの後期延伸の理由ということです。そもそも後期が延長にあった理由は何かということです。あ、すみません、ナンバー4ケリータンクの後期延伸の事情はですね、ちょっと今手元に、情報ございませんので、確認させていただきたいと思います。わかりました。コロナでの作業計画の延期、もしくは人員の不足などなど、どういった理由かということが今分かればと思ったんですか？コロナの関係でこれまで特に工程に現場の作業で影響が出ているということは聞いてございませんのと、あとは追加作業が発生したということがありますので、ちょっと不具合か何か、分かりませんけれども、ちょっとそういった関係で増えたんだと思います。ちょっとそこの理由のところは確認させていただきたいと思います。わかりました。で、すいません、もう一件、1月26日の不適合でもう一件聞くのを忘れておりました。不適切な放射線、ブレード2の案件です。不適切な放射線防護エリアの設定、装備での作業についてということですが、これまたグリーンゾーンからワイゾーンへ変更になったエリアということで、タンク解体エリアですね。具体的にこの不適合はどこのタンクエリアの不適合か教えてください。このタンクの解体じゃなくてですね、焼却建屋周辺フェーシング工事という工事がありまして、その作業になります。焼却建屋、建設中ではなくもともとあるやつのフェーシングですか？はい、建屋周辺のフェーシングの工事です。それもグリーンゾーンから Y ゾーンへ変更ということで、フランジタンク解体以外にも汚染度が上がる作業だということですか？汚染度が上がる作業、汚染度が上がる設備というか実施ということですか？そうですね、結果的にですね、掘削作業を実施しておりまして、空間線量を確認したところ、ちょっと上昇が確認されたというところで、掘削面の線量測定も実施したんですけども、汚染が高いということが、確認されたため、G ゾーンから Y ゾーンの区分変更が必要だということで判断したというところになっています。ちなみにこれはいつ測定して掘削面がどの程度の線量になったんでしょうか？
測定したのはですね1月19日になりますけども、すいませんちょっと測定した定量的な数値につきましては今手元にございませんので、そこは確認させていただきたいと思います。ちなみにこれはどこかで掘削面を測定したら線量が高かったので G から Y に上げるというようなことがどこか資料で公表されてますか。今回のこの作業についてということでしょうか。G から Y に、はい、線量の値を含め G から Y に異常変更したというようなことです。そこはですね、ご説明しておりません。この不適合の中でですね、ちょっとそこの取り扱いが不適切であったというようなことで、ホームページ上に掲載しているというような状況です。御社はグリーンゾーンが増えたときは資料にして公表されますが、フランジタンクの解体を進め、タンクエリアがグリーンからイエローになったときや、このときのような測定して、焼却過程のまでを測定して線量が高いから、やはりグリーンからイエローに、ゾーン変更する場合は、資料として一切お示しになりませんので、グリーンゾーンが増えたという前向きな報告は資料につくとたくさんご報告されますが、イエローゾーンになったということもきちんと資料でお示しください。都合のいいことしか説明しないというふうに見えてしまいますので、特に都合が悪いというわけではございませんけれども、これまでいろいろそのコーナーにですね、環境改善、線量低減を行ってきて、その結果ですね、グリーンゾーンが増えたといったところにつきましては、その経緯についてお示しさせていただいているところです。で、その中でもですね、やはりいろいろ作業の過程でやはりそういった一旦自衛ゾーンにはなったものの、やはり汚染が確認されたりとか、そういった時にはワイゾーンに変更するということはありえますので、この作業に限らずですね、そういったところは適宜あろうかと思いますけれども、ただし今回はそういった手続きがうまくいってなかったといったところの不適切な扱いだったということで考えております。で、今回のものも作業に伴う一時的なものですので、恒久的なものではないということで、考えますので、その作業の流れの一環での変更という位置づけで、特に都度都度お知らせするような形にはしていないという状況となっています。焼却建屋にかかくびらず、タンクエリアの解体からの G から Y というのは比較的恒久的な変更ですよね。解体作業を行っている、期間、あるいはその基礎ですね、そういったところを、工事している期間、そういったある程度の期間のところでの変更はありますけれども、そういったところでまた環境復旧が進めばですね、従来の G ゾーンに戻るということになると思いますし、ちょっと作業の内容によってとか規模によってとかによりますけれども、そういう形で判断しているということになります。作業に伴う青旗作業でも、どのような時にどのような作業をしてどういう状況になるかということはお示しいただいておりますので、作業に伴い一時的であれ濃度が高くなり、このエリアの値がどうだったかということはお示しください。御社が都合のいいことだけ公表しているつもりはないとおっしゃいましたが、御社のつもりを聞いているのではなく、こちらからこう見えるということを申しております。そういうつもりがないのであれば、測定された値1月19日にイエローゾーンに変更する値が出た測定値などをお示しください。そして随時改善でご説明ください。はい、青旗作業はですね、計画的にですね、運転上の制限を逸脱するという作業になりますので、これはちょっと保安上というか安全上もですね、特別な扱いということで、特にお知らせさせていただいているものになります。ちょっと今回の
グリーンゾーン、Y ゾーンの区域変更の、お知らせの仕方につきましてはですね、まあ、ご意見として受け止まりたいと思います。この焼却過程の前にフェンシングするというのは、掘削面が高かったということで、なんか最近掘削したんですか？そうですね、あの掘削作業を実施しておりまして、その測定を1月19日に実施したところですね、空間線の上昇が確認されたというところになります。ちなみに掘削作業はいつから行くんですか？すみません、ちょっと作業期間につきましては手元に情報ございませんので確認させていただきたいと思います。マップを頭の中に思い浮かべてるんですけど、増設ではなくもともとあった方なら周り何か掘削作業というのはありますでしょうか？焼却工作建屋ですか？焼却建屋ではなく焼却建屋ですか？はい、焼却建屋になります。で、これは周辺のフェンシングなので、まあ、ちょっと作業の内容も確認させていただきますけども、おそらくの展示台とか、まあ、ちょっとそんな関係で、掘削作業とかやられていたのかと思いますけども、ちょっと詳細な、内容とか作業期間とかそういったところにつきましてはちょっと確認させてください。すいません、私焼却施設と勘違いしてました。焼却建屋ってどこなんですか？焼却工作建屋のことではなく焼却建屋でした？すいません、ご勉強です。ちょっと正確な場所ですね、ちょっと私も自信ないので確認させてください。正確な場所確認してお答えさせていただきたいと思います。わかりました。プラッシュ建屋の近所にある焼却工作建屋のことではなく、どのあたりにある施設？はい、すみません、確認させてください。わかりました。で、あと、新型コロナウイルスの、グループ企業を含めた陽性者数を教えてください。おしのりさん、月曜日いらっしゃらなかったと思いますので、はい、先週からの増加数ということでよろしいでしょうか？はい、前々回の1月28日の会見以降の更新の数ですけども、はい、全体で8名の増加になっています。はい、で、当社社員2名、グループ会社が、グループ会社6名ですね、失礼しました。で、計8名の増加ということになっています。で、当社の方が、PG 社員が、1名、あと EP の関係職員の方が1名ということで計2名で、グループ会社につきましては、関電工が、1名の増加、あと東電用地で、1名の増加、東電パートナーズが、2名の増加、あと東電設計で、1名の増加で、日本原子力発電原電の方で、1名の増加、グループ企業計6名ということになっています。で、これで、東京電力ホールディングス機関会社の合計が135名で、グループ会社の方が、175名ということで、合計310名というような数字になっています。わかりました。で、あと新規入所者の無症状者への PCR 検査の申し込み数、実施数、あと陽性者数を教えてください。
はい、2月4日時点の数字になりますが、申し込み数が、2384になります。2月年始分42年を含むという形です。であと受験済みが、2240になっておりまして、社員52名を含むという形になります。で社員52名で陽性者はなしということです。わかりました、ありがとうございます。はい、東京会場からの質問以上になります。ありがとうございました。それでは本日の会見これで終了させていただきます。ありがとうございました。